はい、ドリガーサラコーチャー、矢田です。本日はですね、自分の課題を見つけて克服する自主練をやっていこうと思います。お手伝いよろしくお願いします。あまり気が進まないですけど、この暑さの中で、はい、今日めちゃくちゃ暑いですけど、しっかり練習して上手くなっていこうと思います。頑張ってください。はい、ドリームドア。矢田君、いつの間にこんなことやってた。いや、これはあの原さんが在宅勤務の時にちょっと極秘で自主練してました。逆方向に強い打球を打ちたいって書いてある。はい、ちょっともう意識して逆方向に。それセンター返しあれ、そうですか、ね、センター返しこれ逆方向ですよね。これボール投げるか、俺たまに出るようにしとかなきゃ。急にこうスローボール来たりするんで、ちょっと体のキレ悪くないそうですか。腰元キュッて回るよ。ちょっとあの体がちょっとやっぱ重たいんで、ちょっと暑さもあってかなりキレが悪いですね。高校球児とかこの朝のやってるわけだからね。すごいですよね。自分らもやってたってことですもんね。俺夏結構好きだったけどさ。好きだったんですか。うん、全然大丈夫。あ、でも冬か夏かって言ったら、まあ確かに夏の方が良かったですけど、でも夏は夏でやっぱり嫌ですよ。俺は冬が嫌だったな。なんでね、夏好きだった。汗かいてなんか痩せる気がしたから。痩せたかったんですかなんかそういうタイプの。全然関係ない話してる間に気を落ちます。ドリームドア、来い。はい、次のメニューはキャッチングです。様になってきたね。本当ですか。わかんないけどいやでも結構自分でも自信あります。グラブが流れないので。あ、そうです。課題、今回の課題として流れないようにするっていうのは意識してやってますね。どこ得意？取るんだったら。高めですね。ミスってるね。あーとか言ってるけど。もうちょっと声張った方がいいな。もっとアピールした方がいいですか？サイドスロー。よし、ナイスボール。ナイスボール。もっと、もっと声出さなきゃ。もっと張った方がいいですか、うん、相手に届かないよ、これじゃ。で、この、思うんですけど、このキャッチャーのこの、ナイスボールって声あるじゃないですか。はい、あれって、試合中とかって意味あるんじゃないですか。あるんじゃない。無言でやられるよりいいんじゃない。こう審判とか、はい、おってなったりするんですかね。まあでも、元気のいいキャッチャーだなって俺思うけどな。なんかやられてるよ。ちょっと恥ずかしいところ。いや、今の難しいな。中途半端なバウンドが一番難しいです。オッケー。まあそりゃそうだ。オッケー。ああ、完璧。どうって言って今自信ありましたね。どうですか。これも結構好きですね。お、出た。止まってない。真横に転がってるボール。これランナー進んじゃうやつだ。惜しい。惜しいって言ってるよ。来た。じゃあナイスオペ。今顔がだよね。じゃあナイスオペ。顔がね、もう完全にどっか行っちゃってますね。ちゃんと見た。見た、来い。ヒット。シャー。完璧ですね。小出す系言ってるのに。ドリームドア。はい、自主練終了しました。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、暑いです。いや、本当暑かった。いや、でも自主練いいですね。楽しい。なんか自由な練習ができるからね。はい、自分の課題がやっぱり集中的に練習できるんで、それいいところですよね。はい、これからも自主練ガンガンやって成長していこうと思うんで、よろしくお願いします。頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと、左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。
設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が 45,000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。